星合竹富のおしなび、星合竹富のおしなび、囲碁担当 MC の星合志保です。将棋担当 MC の竹富玲衣です。この番組は囲碁将棋チャンネルが提供する動画配信サービス囲碁将棋プラスの配信コンテンツの中から私たちの推しを紹介していく番組です。毎月配信される囲碁将棋コンテンツの見どころを私たち現役女流棋士の視点も交えつつ分かりやすく愛情を持ってプッシュしていきます。ということで、はい、ついに始まりました。始まりましたね、初回です、はい、ちょっと緊張しますけど、はい、緊張してます。よろしくお願いします。お願いします。ではまずは初回ということで自己紹介をさせていただきたいと思います。まずは囲碁棋士の星合志保です。生年月日は1997年4月16日生まれで、東京都出身。最近ハマっていることはアプリで麻雀を打つことです。座右の銘はなせばなるです。よろしくお願いします。はい、では私も自己紹介いたします。将棋の女流棋士の竹富玲衣です。1999年の5月25日生まれです。出身は佐賀県出身です。趣味はピアノを弾くことです。座右の銘は初心忘るべからずです。はい、ということでこの2人で今月からお送りしていくわけですが、はい、実は私たち本当にほんの数時間前にそうですね、会ったばっかりなんですよ。初めまして。初めまして。本当に打ち合わせで始めましたね。はい、そうですね、はい、ということで正直、まあね、今後どうなっていくのか不安もあるわけで、そうですね、不安もあるということで、じゃあお互いにニックネームをつけて、この番組限定のニックネームをつけてちょっと仲を深めませんか。ちょっとハードル上げました、ね、ちょっと頑張りますか。形からね、はい、入っていきましょう、はい、じゃあまずそのれいちゃんから私にニックネームつけるとしたら何がいいですか。いいですか、うん、私結構ホッシーって呼ばれることが普段多くて、ホッシー愛なので、じゃあホッシーは何ですね。もうストイックそれ以外で、それ以外で、いやでも、うん、あの会った瞬間から、うん、ときめきじゃないですけど、私、はい、兄がいるんですけど、うん、姉欲しいなって思った時があって、うんうん、こういうお姉さんがいたら楽しそうだなってこう直感的に思ったので、あの下の名前で志保姉って呼んでいいですか。あ、もちろんちょっと嬉しいですねそんな風で思っていただけて、ありがとうございます。じゃあ志保姉で、はい、ちなみに私にもじゃあニックネームをいただけますか。じゃあ普段なんて呼ばれてます。まず普段は、うん、レイピー、レイちゃん、レイチェル、チェルチェル、めっちゃある最後チェルチェル、何も原型が戻ってないもん。よくチェルチェルって言われるんですけど、なるほど、はい、ってなると最近なんかまずなんか最初にちゃんつけるの流行ってません。なんかありますね、なんかちゃんからいくみたいな。そう、チャンレイとかチャンレイ、いいですねちょっとギャルっぽい言われたことなかったんで新鮮です。じゃあチャンレイで、はい、というわけで今月からシホネートチャンレイでこの2人で番組をお送りしていきますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。お願いします。続いては特集コーナー、推しナビプッシュです。ではチャンネ、本日の特集テーマをお願いいたします。はい、本日のテーマは囲碁将棋プラスって何です。確かにこれを、ね、ちゃんと理解していただかないと先に進みませんよね。そうですね、はい、では説明します。お願いします。囲碁将棋プラスとは2022年12月にスタートした CS 放送囲碁将棋チャンネルが提供する新動画配信サービスです。なんと月額390円で、さまざまな囲碁将棋コンテンツがパソコン、スマホ、テレビなどでいつでもどこでも視聴できます。すごい便利ですよね。便利ですねこれは、うん、現在は YouTube とニコニコチャンネルで展開中です。はい、そして気になる配信コンテンツですが、現在定期的に更新中の配信コンテンツはこちらです。まず囲碁将棋の早指し公式棋戦流星戦と銀河戦、超早指しハイスピード棋戦新流星戦と新銀河戦、そして将棋棋士のプライベートに迫るトークバラエティ一旦版は置いといて、また将棋第73期アルソック杯王将戦をはじめとする囲碁将棋の注目対局を生配信しております。
いやすごい、もう隙間時間にサクッと見れるコンテンツもあれば、うん、本当にじっくりと一日楽しめちゃうようなものもあったり、あとバラエティもあったりと、本当にいろんな楽しみ方ができそうですよね、うん、幅広いですよね、うん、はい、では続いて囲碁担当の私しほねえが囲碁コンテンツをより詳しく紹介していきたいと思います。まずは流星戦ですね、うん、流星戦とは1990年に創設された CS 放送囲碁将棋チャンネルが主催するテレビ棋戦です。1997年から公式戦に昇格しました。予選ブロック戦、決勝トーナメントからなり、ブロック戦以降の103局が全て配信されています。ブロック戦では A から H の8ブロック各12名の棋士がパラマストーナメントを戦い、各ブロックの最終勝ち残り者と最多連勝者2名が決勝トーナメントに出場するという仕組みになっています。持ち時間はなく初手から30秒の秒読みです。ただし1分単位で10回の考慮時間があります。というのが流星戦の主な概要となります、はい、そうですね、私の推しポイントとしては、まあ、まずは、まあ、持ち時間がね、やはり何といっても短いので、まあ、いろいろハプニングだったり番狂わせだったりがすごく起きやすい棋戦となっています、はい、そしてブロック戦の下の方から配信してくれるので、まあ、普段こうタイトル戦に出場していない棋士とか もうその貴重な対局姿が見れるようになっております。さらに囲碁将棋プラスでは囲碁将棋チャンネルよりも早い最速配信を実施中です。最速配信、いやでも本当どこよりも早く見れますから、はい、そうファンとして嬉しいですね。そうですよね、はい、そしてその流星戦をさらにスピードアップさせたのが新流星戦ですね、うん、新流星戦とは2021年に創設された CS 放送囲碁将棋チャンネルが主催する超早碁棋戦です。出場するのは前期流星戦決勝トーナメント進出者14名、そして歴代流星位獲得者10名、女流棋士枠6名、囲碁将棋チャンネル特別推薦枠2名の全32名となっております。持ち時間はなんと1分で1分、そうで、そこから1手打つごとに5秒加算される。でも5秒なんですね。そう、はい、1手5秒しか加算されないので、はい、結構ちょっとでも長考するとかなり大変です。いやそうですね、はい、そしてそのフィッシャー方式を採用しています、はい、第1期の優勝は一力遼棋聖、そして第2期の優勝は芝野虎丸名人です、はいはい、というのが新流星戦の主な概要となっております。はい、あのしほねえも、うん、もしかして出られたりしてませんか？あ、そうなんです、実は私ですね、はい、あの第2期に女流棋士枠で出場させていただいたことがありまして、いやいやもうでも本当に1回戦で散りましたので一瞬で、はい、でも散りましたが、出場されただけですごい経験になりますよね。いやでも本当にそうですね、あの1回戦の相手が関天元という、うん、もう本当に囲碁界でその7大タイトルで若手で保持しているという方なんですけど、なかなか普段当たることできないので、そうですよね、そうなんです、そういう方と真剣勝負ができるっていうのは本当に嬉しかったですし、何より、まあ、やっぱハラハラしましたね。持ち時間が短すぎてジェットコースターみたいなスリリングな、そう本当に見てる方もスリリングだと思いますし、うんうん、打ってる方もスリリングという感じで、すごく新しい楽しみ方を開拓されてるなと思います、うんうん、これは推しですね、はい。では続いて将棋担当のチャンレイから、将棋コンテンツの紹介をお願いします。はい、まずは銀河戦ですね。銀河戦とは1991年に創設された CS 放送囲碁将棋チャンネルが主催するテレビ棋戦です。2000年から公式戦に昇格しました。そして棋戦システムは流星戦とほぼ同じです。本戦以降は持ち時間15分、切れたら1手30秒未満となります。他に各10分の考慮時間もあります。というのが、銀河戦の主な概要です。こちらの推しポイントとしては、まあ、流星戦と似たような感じになるんですけれども、うん、はい、まあ、早指し棋戦ということで、まあ、ハプニングというかドラマが起きやすいというのがポイントですね。例えば何かありますか？いや、まあ、途中で優勢にすごい優勢になったら、うん、まあ、そのまま押し切るだろうなっていう将棋も、うんうん、もう秒読みになって、やっぱ人間なので焦りの感情だったりもいろんなことが混ざって、うん、もう大逆転だったりとか、もう大逆転の上にまた大逆転が重なったりとかして、なるほど、はい、なんか人間のこう感情が垣間見えるっていうのが
すごい好きですね。なんそちらの方でもね。そうですね。すごくね、まあ、見てる方は結構楽しいですね。はい、すごいハラハラしそうですね。はい。はい、じゃあ今期もですね、うん、まあ反則ですね。その二歩という将棋で、縦列に2つ歩が並んだら反則というルールがあるんですけれども、はい、まあ、そういった反則も出ているくらい。やっぱり早碁だから、はい、早碁じゃない将棋ですね。早指しならではですね、はい、そうなんですよ、はいはい、ということで、まあ、スリリングな、まあ、楽しい将棋が見れるんじゃないでしょうか。はい。そして銀河戦も流星戦同様囲碁将棋チャンネルよりも早い最速配信を実施しております。お、じゃあ囲碁も将棋もどちらも、はい、そうですね、早く見れるということで、はい、ぜひ囲碁将棋ファンの方はね、はい、チェックしていただけたら嬉しいですね。そうですね、うん、はい。そしてその銀河戦をさらにスピードアップさせたのが新銀河戦ですね。はい。新銀河戦とは2021年に創設された CS 放送囲碁将棋チャンネルが主催する超早指し棋戦です。出場するのは前期銀河戦決勝トーナメントベスト8進出者の8名と歴代銀河位獲得者13名、そして女流棋士枠が8名ございます。囲碁将棋チャンネル特別推薦枠の3名も加わりました。で、全32名となっております。持ち時間は1分で1手打つごとに10秒加算されます。フィッシャー方式を採用しておりますね。そして第1期の優勝は藤井聡太竜王となっております。というのが新銀河戦の主な概要です。推しポイントとしては新流星戦と同じなんですけれども、うん、第1期新銀河戦では、羽生善治九段と室谷由紀女流三段、うん、そして佐藤天彦九段と里見香奈女流五冠など男性棋士と女流棋士のレアカードが数多く実現しております。いや、これはすごい見たいカードなんですよ。ちょっと激アツですね。そうなんです、熱いんです、うん、はい、しかも、はい、里見女流五冠は佐藤九段にも勝たれたりして、すごい盛り上がってましたよね。そうですね、うん、早指し棋戦のスリルともそういったカードも多く実現するということで、うん、はい、公式戦ではなかなか見れない、うん、マッチアップの妙にも注目ですね、はいはい。現在新銀河戦は第1期全対局が配信中なのでぜひそちらも見てください。続いて一旦番は置いといてですね。一旦番は置いといてとは若手棋士ユニット登竜門最有機とコラボした人気トークバラエティになります。毎月2人のゲスト棋士を招いて貴重なプライベート映像ありゲーム対決あり4週にわたって将棋とは無縁の時間を過ごす番組となっております。すごい新しいですね。新しいです、うんうん、実はこの番組に私も出演したことがありまして、まあ、その時は石本さくら女流二段と出演したんですけれども、はいはい、本当に、まあ、将棋番組での企画って、うん、まあ、何らかの形で将棋が入ってくるじゃないですか。確かになんだかんだでこう将棋の、ね、はい、将棋トークとか話をすること多いですよね。本当にほぼない本当に本当になんか、うん、飲み会に来て、うん、ゲームを提示されてはっちゃけるみたいな、だからパーティーゲームして、あ、そうですね、パーティーゲームして、だからもうなんか取られてることを忘れて、うんうん、もうすごいなんか飛び上がったり手叩いたりしちゃうんですけど。すごいですね、はい、じゃ本当にもう素の部分というか。そうなんですよ。もう普段の、はい、将棋の棋士の方の素顔が見れると。そうなんです、はい、普段はこんな感じの人なんだっていうのも見ていただいたら分かると思いますので、うん、はい、その知りたい方には大変推しの番組となっております。そして最後に紹介するのが囲碁将棋注目対局やイベントの生配信です。最近の生配信実績は囲碁定型杯レジェンド戦決勝、定型杯春英戦決勝3番勝負、選考カップ将棋第72期アルソック杯王将戦7番勝負などがあります。はい、この王将戦は就位式なども配信されていました、はい、そうですよね、はい、そして6月以降の注目コンテンツは、将棋第73期アルソック杯王将戦1時2時予選注目カードを感想戦の終了まで完全生配信でお届けいたします。こちらを私たちもちょくちょく聞き手として出演させてもらってますよね、はい、そうですね、はい、すごいあの対局生配信はもう本当に目玉コンテンツの一つと言っていいですよね。しかも見逃し配信もあるので、うん、いつでも何度でも楽しめるっていうのが目玉ですね、はいはい、
ということで、本日は囲碁将棋プラスって何というテーマでお送りしてきましたが、皆さんお分かりいただけたでしょうか。それではここからは6月配信のおすすめコンテンツを紹介していきたいと思います。まずは囲碁からです。まずは第32期竜星戦。6月は本戦トーナメント6回戦7回戦よりご覧のカードをお送りします。私星愛の推しカードは本戦 H ブロック6回戦溝上智近九段対酒井佑規四段の一戦です。酒井四段と、溝上九段ということですが、お二人とも緑星学園で勉強されていまして、世代は違うんですけれども、私も緑星学園出身ということで、ちょっと個人的にも気になるカードです。そして現在酒井四段がですね5連勝中ということで、この対局にもしも勝ちますと決勝トーナメント進出が確定するという大一番となっております。さまざまな理由で、注目カードかなと思い選ばせていただきました。第32期竜星戦は毎週木曜午後1時に一挙2対局配信、どこよりも早い最速配信でお届けします。続いて第2期新竜星戦、現在第2期の1回戦から決勝3番勝負までの全対局を配信中。異次元のハイスピードバトルをぜひ囲碁将棋プラスでお楽しみください。続いて6月のおすすめ将棋コンテンツ、まずは第31期銀河戦です。6月は本戦トーナメント6回戦7回戦よりご覧のカードをお送りいたします。私武富の推しカードは本戦 A ブロック7回戦の高見太一七段対斉藤明日斗五段の対局です。こちらを選んだ理由ですが、トーナメント表ここまで斉藤明日斗五段は5連勝もしているんですね。それもそうそうたる強豪を倒して5連勝されているということで、その注目ポイントと、高見太一七段は前期の銀河戦でも決勝まで進まれてますし、タイトル獲得もされている実力者なので、このカードは見たいなと思いました。はい、ということで第31期銀河戦は毎週土曜日午前10時に一挙2対局配信しております。どこよりも早い最速配信でお届けいたします。続いて一旦番は置いといて、6月は関東若手棋士ユニット登竜門より山本博史五段と棋士編入試験でプロ入りを決めた小山怜央新四段が登場いたします。貴重なプライベート映像満載でお送りします。一旦番は置いといては6月1日木曜日午後1時一挙4話配信です。続いて生配信、第73期アルソック杯王将戦1時2次予選、藤井聡太王将への挑戦権をかけた第73期アルソック杯王将戦1時2次予選より注目カードを厳選して生配信いたします。6月はご覧のカードを配信予定。対局開始から感想戦終了まで完全生配信でお届けします。おしなびエンディングです。ということで記念すべき第1回目の収録でした。はい、さあチャンネルどうでした？そうですね、いやレギュラー番組っていうのは私初めてで、しかもその初回ということで結構緊張してたんですけど、しほねにサポートされながら楽しく笑いいっぱいで、確かにね、はい、いろいろありましたからね。そうですね、ここまでね、できました。でもいつも見ているそのコンテンツ、本当にいいコンテンツだなと思って見てたものをこうやって直接ご紹介できる機会をいただけたので、はい、すごい嬉しかったです。しほねはいかがでしたか？そうですね、本当に実、冒頭でも言ったんですけど、私たち会ってまだ初対面から3時間しか経ってない。そうですね、打ち合わせ含め、はい、なので本当にね来る前ドキドキで、うん、そうチャンネルをねもちろんツイッターとかいろんなところで見てたので、どんな方なんだろうって楽しみにして来たんですけど、大丈夫でした？大丈夫ですよ。ひどい印象はついてないですか？素敵な方ですごく助かりました。いやいや楽しかったです。本当今後一緒に番組がやっていけるっていうのがすごく嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてね、ここまで来るのにもたくさん、
NG もねたくさん出して、ね、言っちゃいますかそれお互いにね笑いツボに入って、はい、いろいろね大変だと思うんですけれども、はい、今後もね力を合わせて頑張っていきましょう。そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで囲碁将棋プラスの見どころを紹介してきましたが、実は私たち2人も有料会員様向けに番組をやらせてもらうんですよね。はい、そうなんです。番組名は推しナビアフタートーク。こちらでは私たち MC2 人がゆるく雑談してます。視聴者プレゼントもあるので推しナビと合わせてぜひご覧ください。それでは皆さんまた来月お会いしましょう。バイバイ。